はい、こんにちは、116インズです。おととい仕事が終わらず、昨日は友人とすき焼きを食っていた結果、投稿が遅れてしまって申し訳ないですが、今月大谷翔平選手獲得に成功したドジャースがまたも球界に衝撃を与える大型契約に合意したと報道されましたね。ポスティングでメジャー移籍を目指していた山本由伸選手と12年総額3億2500万ドルの契約に合意と、契約には2029年と2031年終了後にオプトアウトを行使して FA となれる権利も含まれていて、山本選手は最短で30歳のシーズン終了後に今度はメジャーでキャリアを積んだ状態で FA 市場に再挑戦できるような設計となっていて、またこれは一番重要なポイントかもしれませんが、今回の契約には契約後の後払いは含まれていないとされています。しかし総額3億ドルを上回りましたか。これまでピッチャーに対する史上最高額の契約は2019年オフにゲリット・コールがヤンキースと結んだ9年総額3億2400万ドルでしたが、 MLB デビューを飾る前にその金額を早くも超えてしまったのはびっくりです。オフが始まった当初、山本選手2億ドルいけるんじゃないかとか言っていたら、そんな規模では済まない契約でした。ドジャースに加入したことで大谷選手とチームメイトとなり、大谷選手が予定通り2025年にマウンドに帰ってくれば、先発ローテーションも共に守ることとなりそうですが、日本のメジャーリーグファン、特に日本人選手を中心にメジャーを追っている方からすれば、まさに夢のような展開かもしれません。今回は報道されている山本選手とドジャースの契約を中心にお話していこうかなと思っています。日本でここまでプロ野球選手として輝かしいキャリアを歩んできた山本選手は、現在メジャー以外でプレーする選手としては世界ナンバーワンと言っても過言ではなく、 NPB 通算防御率 1.82 は圧巻の一言ですし、ここ3年間連続で最多勝、最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振の投手4冠、3年連続の沢村賞に MVP と、 NPB では敵なしの状態であったのは誰の目にも明らかだったでしょう。おまけにまだ年齢が25歳と若く、この年齢でこのレベルのピッチングをしている選手が、まあ実際のところはポスティングでありますが、事実上 FA 市場に出てくることは滅多にありませんので、ペドロ・マルティネスの再来じゃないですけど、今季2度目のサイヤング賞に輝いたブレイクスネルなどメジャーでの実績もある選手たちを差し置いて、この冬の移籍市場のピッチャーでナンバーワンの評価を受けるのも自然な流れでした。山本選手が大都市のチームでプレーすることに興味があるとされていましたので、ニューヨークやロサンゼルスなどのチームを中心として争奪戦となり、このうちヤンキースはキャッシュマン GM 自らロサンゼルスまで出向いて面談したりですとか、松井秀喜さんからのビデオメッセージや背番号18のユニフォームを送った上で10年総額3億ドルの契約を提示。ヤンキースのオファーはドジャースとの契約よりも1年早くオプトアウトできる設計にもなっていたようですね。また同じくニューヨークを本拠地とするメッツは、コーエンオーナーの自宅で山本選手と会食を行うなどし、ドジャースと同じ12年総額3億2500万ドルのオファー。獲得戦線は過熱する一方でしたが、最終的には大谷選手、ベッツ、フリーマンの新上位打線が面談などしたとされるドジャースが山本選手を射止める結果となりました。山本選手自身もドジャース行きたいという思いは強かったんでしょうね。しかし3億ドル規模の契約ということで、まあもちろん山本選手くらい力があればメジャーでも十分通用するとは思っていますが、投手史上最高額を超える契約になるのはやはり驚きでしたし、しかもここにオリックスに対するポスティングフィー約5100万ドルも入ってきますので、ドジャースのトータルの支出で言えば野手を含めてもほとんどないレベルの契約なんですよね。投手の契約で総額2億ドルを超えた選手でさえコール以外にストラスバーグしかいませんので、投手で3億ドル規模の契約というのはまだまだ未知の領域に近い超高額契約なわけです。もちろんコールが今の契約を結んだ当時と比べてインフレも進んでいますし、そもそも山本選手の方がほぼ同額で契約が3年長いので実質的に同じ契約なわけではないですが、とはいえ投資で3億ドルはスペシャルな領域ではありますので、コールに近い水準、 MLB のエースレベルの活躍には期待がかかるでしょうか。ちなみにコール級の活躍がどんなレベルかをざっくりと理解するために、2018年以降のコールの成績がご覧の通りです。コール今のコールとたらしめたのはやはり2018年、ちょうど年齢的にも全盛期のアストロズ時代以降だと思いますので、そこからの6年間を合計してみましたが、イニング数1076回3分の2はこの期間の MLB で1位、年平均直すと179回ですが、ただ2020年の MLB は60試合の短縮シーズンでしたので、それを除いた5年間の平均だと201回、先発投手のイニング数がどんどん短くなっている現代において、アベレージで200イニング投げられる選手は本当に貴重な存在です。それでいてコールの場合、それだけイニングも食いながらも防御率 2.93 は同期間の MLB 全先発中6位、ファングラフスタンスのウィンザーオリプレイスメントは全投手1位、ベースボールレファレンススタンスのウィンザーオリプレイスメントはシャーザーに次ぐ僅差の2位ということで、内容も加味してもやはり一級品の活躍を残しています。今年ついに念願のサイヤング賞受賞、それ以外の年でもこの期間中サイヤング賞投票トップ5に入ったのが4回と、リーグでも有数の先発投手であり、これからも年齢的にも全盛期を迎える山本選手も、ここまでとは言わずとも近いレベルのパフォーマンスにはドジャースとしても期待したいのではないでしょうか。
さてここから山本選手が加入するドジャースに関する話をしていきますが、昨年オフとは打って変わって今年のオフのドジャースは積極投手の姿勢ですよね。もちろん昨年オフ大きく動かなかったのは今年の移籍市場に大谷選手が出てくるからという部分が大きかったとはいえ、大谷選手、山本選手、さらにはレイズからのトレードで獲得したタイラー・グラスナーとの契約延長なども含めますと、今オフのドジャースはすでに1000億ドル以上をコミットしています。移籍市場の動きが全体的に遅い中で、ただ1チームだけ本当に別格の動きです。2013年以降、2021年を除けばずっと NL 西地区の王者として君臨し、戦力面でも MLB でナンバーワンに近い存在をずっと維持しながらも、なかなかプレーオフを勝ち切るには至らず世界一となったのも2020年だけ。もちろん世界一になるだけすごいんですが、ドジャースは球団としてもっと上を目指しているはずですから、絶対に今後世界一奪還、なんなら複数回世界一取るくらいの勢いで今フ大きく動いてますので、まあ夢がありますよね。そんな大型補強に動いているドジャースですが、山本選手の獲得も大谷選手獲得に並ぶくらい、是が非でもコンフ叶えたかったことではあるでしょう。コンフの課題の一つに先発陣強化があり、先日レイズからグラスナーを獲得することでそこの対処に動き始めていましたが、どうしても稼働面に不安がある選手でありますので、できれば山本選手みたいに長く先発陣の柱として活躍できそうな選手も追加で欲しかった。そこが目論見通り達成できたのは良かったと思いますし、あとは来年夏場の復帰を目指すカーショーとかと再契約できれば、元々の若手先発候補の多さも相まって十分な先発デプスは確保できるのではないでしょうか。大谷選手、メイ、ゴンソリンが本格復帰を果たすであろう2025年以降のローテも、なんと言いましょうか、ドリームチームみたいな編成になりそうで、このままいけば山本選手、大谷選手、グラスナーでまずローテの3枚が埋まり、メイやボビー・ミラーとかが4番手以降争うわけですよね。本当に意味がわかりません。また山本選手にとってもドジャースの環境はプラスに働きそうですよね。勝てるチーム、ビッグマーケット、日本人の多い西海岸であることはまあ当然そうなんですが、大谷選手が本格的にマウンドに戻るであろう2025年からドジャースは6人ローテを採用することになるはずで、日本で基本的に週1回投げていた時代と近いような使われ方にはなるはずです。山本選手のこれからで懸念されるのは、まあ才能に関しては全く疑う余地はないでしょうが、178センチ79キロと MLB の先発投手としては小柄な点で、怪我せずに長期間投げることができるのか、 MLB のスカウトの中でも疑問に思う声はどうもあるようですから、山本選手の今後のキャリアを守る上でも6人ローテが基本となりそうなのはメリットになれるのかなと。契約期間もオプトアウトしなければ12年と非常に長いので、健康を大事にしながら長くプレーを続けられるかもしれない点でも、ドジャースの選手層はプラスかもしれません。この冬の勝者であることを早くも半ば確定させたドジャースですが、この後の動きについても考えてみましょう。スポトラックによれば、今回の山本選手との契約が加わったことで、ドジャースの来期の贅沢税計算上のペイロールは約2億7700万ドル前後と推計され、当然ながら贅沢税の課税ラインはすでに優位に消化していますが、最上位のドラフト指名権の順位が10個下がるペナルティを受ける課税ラインから4000万ドルほどの超過ともなっています。まあドジャースはすでにそこを気にしてはいないと思いますので、そこは差したら問題ではないでしょうが、たださすがに課税割合が大きくアップする課税ラインから6000万ドル超過、2億9700万ドルまではいかないようにも思います。となると、あとまあ多く見積もっても2000万ドル弱くらいしか使えませんし、夏場の補強でペイロールがさらに上がる可能性も頭に入れないといけませんので、カーショーと2000万ドル以下の年俸で再契約するくらいが残る主な動きなのではないかと今は思っています。ただ G アセチックのケンローゼンタル記者は、ドジャースがショートの強化に動くかもしれないとは報じていて、カーショーとの契約にも左右されるかもしれませんが、そっちの可能性は残っていそうですよね。とはいえさすがにもう派手な動きはないんじゃないかと思っていますが、どうなるでしょうか。コンフの移籍史上最注目選手を相次いで手にしたドジャースですが、最後に少しだけ今後に向けての、まあ、そこまで気にする必要はないかもしれませんが、懸念点を挙げて終わりたいと思います。ドジャースは豊富な資金力を生かして毎年強いチームを作ってきましたが、ただ意外にも長期契約はそこまで抱えておらず、コンフ始まった段階でも5年以上の契約は別とフリーマンだけ。しかしそこにこの冬だけで一気に3人も増える格好となりました。もちろんそれだけ特別な選手たちとドジャースが考えているからこその大型契約だと思いますが、前日のベッツ、フリーマンも合わせると贅沢税計算において5人の選手だけで2027年まで毎年1億5000万ドルを計上することとなります。ドジャースは贅沢税のことを過度に気にする必要もないチーム状況ですので、まあそこは大きな問題にはなり得ないのかもしれませんが、ドジャース編成トップアンドリュー・フリードマンにしては、コンフ長期契約のリスクを取りに行った感じではありますよね。長期契約が増えたことで今後ドジャースの編成に影響を与えるかについては、これから少し気にしたいポイントかもしれません。まあそうは言ってもドジャースが今後脅威であることには変わりはないんですけどね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。